ヘリコプターや飛行機の両方の模型に使用されるスペクトラムデラックス 6i6 チャンネル装備スペクトラム分割コンピュータ式プロポスペクトラムは趣味のラジコン模型自動車や無線操縦飛行機に使用される無線操縦装置のブランドであるスペクトラムはホライゾンホビーの一部門であるアメリカ、日本、ヨーロッパでの R、C の趣味では 一般的に FM 式で 27MHz、35MHz、49MHz と 72MHz のような HF と VHF の帯域が使用される。スペクトラムは 2.4GHzISM バンドの周波数帯で直接拡散シーケンス技術を使用する。製品を販売する。スペクトラムはそれらの技術をデジタルスペクトラム変調と呼ぶ。 それぞれの送信機と受信機には固有のグローバル一位置識別子が割り当てられており、付近の他のスペクトラム DSMX システムと混信しないようになっている。この動作は送信機と受信機の双方が 2.4GHz の周波数帯で連続的に変更する。スペクトラムのシステムは同様に機体前に固有の識別子が与えられ、 送信機のプログラムで機体の飛行特性に応じた設定を管理できる。これにより所有する1台の送信機で RC ヘリコプターや RC 飛行機に対応できる。スペクトラムは無線操縦模型用の2 4ヘルツの分割スペクトラム無線装置で独自の製品である。それらはポールビアードによって原型が開発された。ありがとうございます。